リアです。ひめかです。ピンク待て T We 始まるよ。イエーイ。この前クリオモちゃんからひめかに質問したので、今度はひめかがアリアにリレーしていく感じです。そう、じゃあ一つ目の質問、一番楽しかった撮影は何ですか？とね、読売ランドかな。どんなことが楽しかったですか？いや、4人で遊園地に行って、もう怖かったけど楽しかった。ね、ひめかと申します。学校ではどんなキャラですか？学校では私目がめっちゃ悪いので、メガネかけて背が高くてアホで、まあ多分そんな感じです。はい。ピンクラテ TV でやってみたい企画は何ですか？やってみたい企画、やってみたい企画は自分でオリジナルの服を作る。何ヶ月くらいかかるよ。ほんと、じゃあどっかに行く。部屋に行って。どこに行きたいですか？プールとか遊園地とか、なんかディズニーランドとか。どんなコーディネートが好きですか？とかっこいい系もスポーティー系も可愛い系も全部大好きです。結構アリアスポーティーばっかり着てるイメージが。え、マジで？何着てますか？可愛い、可愛い。おしゃれだなと思う芸能人は誰ですか？と藤田ニコルさんとネオちゃんと、まあその辺かな。どんなところがおしゃれだと思いますか？服と服の組み合わせとか、小物の組み合わせとか、着こなし方がとても上手です。じゃあなんかニコルとか行く？まだ行ったことないけど、めっちゃ行きたい。え、でも行ったんでしょ？もちろん。めっちゃ羨ましい。ニコルみたいなのあるよ、絶対あるよ。はい、普段から気をつけてることは何ですか？怪我をしないことです。よく怪我をする。もう歩いてるだけで転ぶんですよ。ひめかもね。どうすれば美白を保てますか？はい、私は美白じゃないけど、基本日焼け止めはあんまり塗ってません。顔はたまにお母さんが塗りなさいって言って、たまに塗ってます。休日はインドア派ですか、アウトドア派ですか？まあどっちもかな。どんなことしてるの？ダラダラしておもちゃで遊んだり、テレビ見たり。どんなおもちゃで遊びますか？リカちゃんです。です。遊ぶとね、子供じゃないんだから早く片付けなさいって言われる。どんな人がタイプですか？優しくてイケメンで、思いやりがあって頼れる人で、背が高くてスタイル良くて、優しくてイケメンで思いやりがあって性格の人。完璧な人はいないから。クリモンちゃん完璧だよ。あ、確かに。クリモンちゃんの男だからさ。クリモンちゃんと付き合いたい。私も、うん、ラスト、どんなモデルさんになりたいですか？可愛い系もかっこいい系もどんな服でも着こなせるモデルになりたいです。はい。じゃあもっと聞きたいことあるんだけど、じゃあひめかにも聞きたい。もっと、じゃあちょっと、今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。